おはようございます。江榎本孝之です。今日はスタッフの関係づくりの話をします。エラーメアの中でスタッフとより良い関係を作るためのポイントまあ、会話のテクニックなんですけれども、それはスタッフの小学校3。4年生の頃の話をするっていうことなんですね。で、これは心理学を活用した方法なんですけども、その小学校3。4年の頃の話を一緒にすると、その頃から仲が良かった。幼なじみの感覚。 ってていいうのののをその話してる相手に持つんでですねなのでこの話をするとより深い関係性を作ることができるのでぜひ試してみてください今日の動画の解説も動画の下の説明欄に文章で入れてありますのでそちらも読んでみてくださいそれでは今日も一日張り切っていきましょうあなたはできる